願いします。すいません。二大女優の方にお話をお伺いしようと。原子力の、原子力発電所というのは原子力の平和利用ということが言われていて、なんとなくそういう感じでずっと私も思ってきてしまった。でも3月11日にあんな事故が起きて、やっぱり人間は原子力とは一緒にやっていけないものじゃないか、まあ、レントゲンとかそういうものは別ですけれども、これだけ地震の多い国で原子力の発電というのはやめてほしい、もうさよなら原発にしてほしいという思いがずっとそれからありますし、そういう意味では声を出して行きたいというふうに思ってます。人間に幸せにならないものを排除していくっていう、冷静なる判断を科学者たちを交えて考えるべきだと思います。即断してはいけないと思います。私たちには平和憲法があります。私たちは戦争しませんって言いたいです、私も。そんなものもない人たちは、子供がさらわれて殺されて門のところに置いていかれるようなことが今現在起こってるんですから、これは世界平和っていうのは、人間がよっぽど感慨深く利口にならないと成り立たないのでは。私は日中文化交流協会というのに入ってまして、はいね、はい、やっぱり文化の面でとっても中国の人たちからいろんなものを教わってきたし、私自身も何度も行って、友達もいるので、とにかくいい関係に戻ってほしいということを思っています。